アルビレックス完全応援宣言アルビニズムのコーナーです。リーグ戦もいよいよ残り2試合となりました、はい、この週末はアルビレックス新潟チャレンジャーのつもりで2位の川崎フロンターレと対戦しました。今年残された最後の鬼門を打ち破れ、 J2 時代から相性の悪いアウェー等々力陸上競技場。前半の9分、松下から右サイドを上がった内田へ、ゴール前正確なクロス、フリーで待っていたのは味方、狙いすましたヘディングはわずかゴールの右へ外れてしまいます。悔しいのは選手だけではありません。新潟から駆けつけた3000人のサポーターからも大きなため息がこぼれます。しかし前半のシュートはこの1本だけ、ゴールキーパー北野のビッグセーブもあって前半はスコアレスで折り返します。後半立ち上がりにはコーナーキックのチャンス、ファーサイドの松尾の折り返しを矢野が胸で落とし、タイムは千代田だ。またもやシュートはゴールを捉えることができません。チャンスは作りながらも先制点を挙げることができないアルビ、この試合もゴールゲットは遠いのか。すると25分、サイドにスペースを作られてそのままゴール。やはりアルビにとって轟きは鬼門でしかないのか。鈴木純監督の指示にも魂と力が入ります。粘りを見せるアルビは酒井豪徳がドリブルで持ち込みますが味方に合わず同点にすることができません。結局この試合もゴールを奪うことができずタイムアップ、2試合連続の無得点試合となってしまいました。最初に僕のヘディングシュートとかが決まっていればもちろんペースだったと思うんですけど、攻撃に関してクオリティの高さの差かなと思います。ボールを思うようにポゼッションできずにですね、割ってしまったかなという感じがします。まあ、ただ選手は本当に最後まで頑張ってくれましたし、まあ我々がやろうとしているようなことはしっかりとこう、やれたのかなというふうに思います。